私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。徹子の部屋での小説の一見ゲラそうなトークに賛否両論が巻き起こった。年上の人に失礼だ、自然体でかっこいい。番組では調味料を自作したり、農業に汗を流したりと、夫で俳優の松山健一さん、3人の子供たちと共に賑やかな日常を過ごしていることを語っていた小説。現在は家族で北の地で暮らしつつ、東京での仕事もこなすなど、慌ただしい2拠点生活を実践していることを伝えていました。俳優の小雪さんが11月1日に放送されたトーク番組徹子の部屋、テレビ朝日に出演。小雪さんの番組での態度についてネット上では様々な声が上がっています。皆さんはどう思いますか？ツイッター上では小雪さんのライフスタイルに共感を覚える声が多く寄せられましたが、一方で番組ホストでテレビ界の大御所黒柳徹子さんを前にして足を組む座り方は無礼ではないのかという指摘が SNS で噴出。足組んで偉そうに足を組むのはダメじゃないかなと思うのは私だけかと、番組出演時の態度をめぐって批判的な声も集中していました。中には会社面接なわけでもないのに笑い、相手に失礼と思わないですけどなぜ騒いでるのでしょうね、言われないとわからないくらい自然な感じ、めっちゃかっこいいじゃんと一部の批判を疑問視する声も多く見られました。調べてみると過去に足を組んでいた有名人は何人かいました。海外では自然で普通なことでも、日本ではマナーが悪いという印象が強いようですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。